スモスを作ります。まず4分の1に切った種用意します。こちらを縦と横半分に折ります。こちらを三角に折ります。開きます。こちらの辺を折り目に向かって折ります。反対側も折り目に向かって折ります。こちらの折り目で折ります。反対側も折ります。裏返します。こちらの折ったところまでこちら側を折ります。こちらで一つの花の完成です。こちらを全部で8枚作ります。こちらをくっつけていきます。こちらの小さい三角の方に糊をつけます。こちらに次の花をくっつけます。同じようにくっつけていきます。こちらで花の完成です。次に茎の部分を作ります。4分の1に切った紙を用意します。裏返します。爪楊枝に巻いていきます。こちらの端を糊で留めます。先ほどと同じ折り方で、茎と同じ色の葉っぱを用意します。こちらも同じところに糊をつけます。こちらはこちら側につけます。
のりをつけて花をくっつけます。こちらで完成です。